スノーマンのラウールやトゥワイスのジヒョも来場。エレガンスと洗練さを体現した、アミ、2024秋冬コレクション。アミ、アミは、1月19日、金曜日パリのテニスクラブドゥパリで、2024秋冬メンズ、ウィメンズコレクションを発表。コジェーン・バーキンの娘で、マルチアーティストのルードワイヨンや俳優のレティシア・カスタ、さらにドイツ人俳優ダイアン・クルーガーがモデルとしてランウェイを歩く中、ブランドアンバサダーを務めるチェウシクをはじめ、スノーマンのラウールやトゥワイスのジヒョ、バンサン・カッセルなど多数のセレブリティがゲストとして来場し、ショーを大いに盛り上げた。ブランドの創設者であり、クリエイティブディレクターを務めるアレクサンドル・マテュス氏は、60年代から70年代にかけて活躍したフランスのシンガー、俳優ジャック・デュトロンの名曲、アイ・エルエスト・サンク・ヘアーズ、パリ・セベリー、午前5時に、パリは目覚める、を引用して、新しい始まり、になぞらえ、今回のコレクションをブランドの変革を示すものと位置づけた。アレクサンドル・マテュス氏の言葉を借りるなら、ブランドのエレガンスと洗練さをどのように表現するかを再確認、するとともに、13年目を迎えるアミの新しい始まりを高らかに印象づけるものとなった。エーベ・ワイルド・アーリング&ベダズリング・セレストリアル・ミステリーや、エマージェンシー・アセンブリーなど、すべてアレクサンドル・デスプラの楽曲で統一した音楽の素晴らしさにも触れておきたい。余白までも計算された牧歌的で美しいサウンドスケープは、主役であるルックを引き立て、鑑賞者のイマジネーションを拡張させるような相乗効果を生んでいた。抑えた演出も含めて派手さこそないが、ブランドの特徴でもあるエレガンス、洗練さ、シンプリシティを余すことなく体現した見事なコレクションだったと言えよう。